俺の時間です今日のアドバイスは「引っ越しをしろ」。引っ越しをしをろ僕はあ俺は今までたくさん引っ越しをしました。多分15回ぐらい引っ越しをした。 多分たぶんお金を使った,多分たくさんのものを買ったりたくさんのものを捨てたりちょっとエコとは言えないだけどやっぱりいい経験をたくさんしたし例えば引っ越しを一度もしたことがない人たちは 何かこう変えられないといろいろなことが変えられないと信じて俺はいろいろなことが変えられると思う例えば引っ越しをすれば部屋が変わる部屋が変わると気分が変わる気分が変わるといい例えば 引っ越しをすれば引っ越しをすれば仕事が変わる引っ越しをすれば友達が変わる引っ越しをすれば言語が変わる引っ越しをすれば文化が変わるいろいろなものが変わることになれるというのはとても大事だ。 変わることが一度もないと。人間は少しずつ面白くなくなる。多分。だから、もし。もし。引っ越しをする機会があれば。ためらわずに。ね、ためらわずに。引っ越ししてください。ためらうというのは。 あーどうしようどうしようかな、えー、あーでも友達が変わるのは嫌だな部屋が変わるの嫌だなこの町がいいな、ね、そういうのがためらうということです。大丈夫ですためらわずに引引っっ越越ししししををててくくださいいししも友達はいなくなりません、ね、今はインターネットもあるしたまに連絡できるしたまに会うこともできます。 全然大丈夫家族もいなくなくりません今はインターネットもあるしたまに連絡できるしたまに会えます仕事も大丈夫です仕事辞めて新しい仕事してまた前の仕事に戻ることもできるし僕だってそうですね僕だっていつもそういろいろしてまた元に戻ることも多いいいんですそれでいい 変化を恐れずに引っ越しをしてくださいというわけでちゃおちゃおアスタレゴアスタラミスターさようなら